こんばんは。声は。ちょっと晩ご飯に食べた七味が引っかかってます。れ様です。何食べた？内緒。別に内緒にするまでではないんですけど、ちょっと咳払いしてこよう。ちょっと待っててください。はい、思いっきり咳をしてきました。多分大丈夫だと思います。かわいい、ありがとう。ミュート機能あると聞いてます。咳してる時にさ、聞かれたくないのって喉っていうよりも顔やない？ くしゃみもだけど。 まあ確かに音もミュート機能できたのはありがたいけど、暑い、暑いですね。わかる。今日は君たちはどう生きるか見てきたんですよ。で、その話をしようかと思ったんだけど、なんか言語化するのが難しくて ちょっとその話はできないかも。見てきましたよ。でも話題になってたから行ってみたくて行ってきました。難しかったの？いや、難しくはない。難しいってわけじゃないけどみたいな。みたいな。すごい。でも映像が綺麗でした。あとなんか平日だったけどめっちゃ人いて、終わった後もみんなシーンってなって、みんなで感想言ってましたね。いや、お話し会があったらね、見に行ったファンの人と話したいなって思ったけど、もう話し会ないから残念。ソラハと、そう、ソラハと行ってきました。面白くなかった。いや、面白くないとかそういう感じじゃなかった。なんて言ったらいいんだろう、ちょっと難しいんですけど。お話しする機会が、そうね、ないね。1ヶ月以上お預けかな。いつあるか分かんないけど、レビュー見てたら真っ二つな評価。おお、まあでも見に行くのが一番いいんじゃないですかね。 でもね、理解するの難しそう。いや、なんか理解はそんなできないことはなかった。でもすごいなって思った。これを思いつくのがすごいなと思った っていう感じの、なんか今日はずっと映画を見て、ずっと映画の感想をツイッターとかで調べて見てる日でした。作がやばかった。もう 圧倒的だった。いや、でも
ちょっと見た人と語りたいね。見た人と語りたいけど、見た時には語れないんだよね。とりあえず黙って映画見に行った方が良さそうですね。いやでも気になるなら行った方が良さそう。でもなんか初めてだったから、こんな事前情報を言えずに見に行ったのがなんかちょっとワクワクでした。始まる前から。全然なんか思ってたストーリーじゃなかった、あんまり。あ、そういう系かって感じでした。頭に入れず見に行きますね。見たらSNS で感想教えてください。私も人が書いた感想みたいです。映画よく見る？映画ね、最近結構見るかも。いやよかったぜ。とりあえず話がしたいから皆さん見に行って話しましょう。昨日の瀬戸ちゃん見て余りました。お、ありがとうございます。君たちはどういけるか、感想のショールームの時は告知してください。いつぐらいになったらなんかバッて感想言っていいんだろうね。1ヶ月2ヶ月ぐらいしていいのか。まだでも公開されてちょっと1週間しか経ってないからやめとこう。普段はもうすぐネタバレ派なんだけど、ちょっとあまりにも情報出てないから落ち着かせとこう。1ヶ月ぐらいかな、1ヶ月ぐらいかな。でもツイッターとかもすごいなんかすごいネタバレに配慮してるから、なんかツイッターでなんかめっちゃバズってる君たちはどう生きるかのなんて言うんだろう、感想ツイートみたいなのがあって、それが絵文字だけで話を表してるツイートがあって、見た後だとめっちゃ分かりやすいから、まあ見た人は見てみてください。すごい、あの話を思い出したいときはそのツイート見たら思い出せる。あ、こういうことね、こういうことねって。見てない人は何がなんだかって感じだと思うけど、今日ソルハト見に行きました。ツイッターにね、誰か見に行ってくれる人って書いたら一緒に行ってくれました。優しい。そのツイートすぐに探せるはず。一番最初に出てきた。そらはいい子ね、ええ子やね、本当にありがたい。行こうって言ってくれた。優しい。8月のね、公演とかも告知されたし、ソルハの生誕祭もあったし、課外活動もかな。
おきちゃんからハートもらったと思ったら消えてた。嘘、いいね押してんのかな。多分間違えたんだと思う消した記憶もないけど、うん、たまにあるかも。最近ね、別にツイート見てるわけじゃないんだけどさ、おすすめとかにさ、なんかフォローしてない人のツイッターとか流れてくるから、もしかしたらそれで押してるのか。すまんの、すまんね、すまんね。滑り込みでコンプライアンスティーいただきました。お、コンプライアンスティーありがとうございます。ぜひ休みの日み皆さん飲み行ってください。5年ぐらい前、それはちょっとさすがに覚えてないわごめんけどラッキーぐらいに持っててください。5年前はちょっと覚えてないな。昨日スイパラ行ってきた。うーん、ありがとう。たくさんね買ってくださってありがとうございます。5年前って加入間もない頃。え、どうなんだろう。うん、ツイッター始めたてぐらいかな。何気にツイッター2019年ぐらいからやってるかも。昔はいいねしてた。昔はいいねしてた。今はしてないけど。ドラさん赤ってあったっけとか問い記憶なかったね。私研究生アカウントとかなしに割といきなり個人アカウントだいいじゃん。今はね、研究生は研究生アカウントから始まってるけど、2019年11月から。そうやね、いや懐かしいね。そう、今3期がスレッズやってるタワーありがとうございます。クマクマタワー、トシさんありがとうございます。今日誕生日、ハビバー。かきまひょか、スレッズね、時代いってるわ。時代の先行ってるわ。としさん、タワーありがとうございます。ハッピーバースデー。いいですね、球場行ってたのか。今日なんかマイナビやってますよね。 WBC じゃない、マイナビ、マイナビオールスターズ。ありがとうございます。いいね、すごい人がいっぱいいましたよ広島。映画見に行くために広島駅行ったんですけど、広島駅行ったらマイキューがいて、制服着たマイキューがあれって思って、マイキューって言ったら、はぁーって言ってました。なんかリハかな、なんかリハやってましたね、マイナビの。ま、自分らはちょっと映画見に行っちゃったんですけど、遭遇しました。
千代ちゃん、千代さんいなかったな。なんかね、うん、すごいいろんな、なんか球場のなんていうんですか、制服、衣装、グッズか、グッズ着た人がいた。すごい賑わってましたね。いいですね、野球で盛り上がるのは楽しそうです。あ、ユニフォームだ制服じゃないユニフォーム、ユニフォームしそうで何より。っていうね、まさかのオールスター見てきたの。いや見てないっすね。オールスターの仕事をしてるメンバーと遭遇しました自分はちょっと見に行ってないですね。ただあの駅を経由して映画館に行ったんで、もうなんか駅がなんか、あ、選手の出待ちなのかな、わかんないけど、すごい人がいて、めちゃくちゃもう人通りがすごかったですね。出待ちなのか分かんないけど、違ったらごめんなさいね。ただすごい、いつも以上に人がおりました。出待ちらしい。あ、そうなんだ。でもたまになんか野球の出待ちあるイメージある、新幹線口の方。うん、千穂さんとマイキューとココアさんといつさんかな、今日はなんかマイナビの MC やってましたね。みつさん違うか、千代さんとココアさんとあれか、マイケルだけか。そう、なんかね、実は実は遭遇してました。お疲れ様や。マイナビって略すのおもろい。嘘、マイナビって略すよね、あれ違うのかなちょっとあんまり詳しくなくて。失礼いたしました。あ、オールスターか、オールスターそっちの方か。なんかマイナビマイナビってツイッターで見てたから、マイナビかと思った。マイナビオールスター失礼。そうか、マイナビといえば転職。そうやね、サイトですね。昨日アンピーが卒業発表しましたね。悲しい。超びっくりしました。カナピー。ねえ、聞いてなかったの、聞いてなかったよ。そしたら昨日1時半ぐらいにアンピーから LINE が来て、大木さん、アンピー卒業するの悲しいよ、よくしていただいてありがとうございました LINE が LINE が来てました。何するの卒業したらって。犬を飼うんで犬担当になります。どういうこと、どういうことみたいな。何その可愛い担当って。ずっと見守ってたいわ
その担当見守らせてって、かわいすぎる。でもなんか卒業発表を見たんですよ。いやめっちゃしっかり喋ってて、もう感動こんなしっかり喋れるっていうかね、なんかしっかりと本当に自分の言葉で喋ってて、もうね感動しました。私はお星様に帰りそう。確かにアンピーは多分月とか星に帰るのかもしれん。泣いちゃった？うん、泣いちゃった泣いちゃった。いやでもね、本当にあんな可愛い一般の人がいていいのかって感じだけど、でもなんか幸せに暮らしてほしいな。もうただただそれを願います。なんか美味しい空気でなんか排気ガスとかが出ない美味しい空気のところで犬と一緒に幸せに暮らしてほしい。で時たまそれを私に報告してくれたらもう嬉しい。神奈川です。どうなの？神奈川するのかな？それとも香川行くのかな？広島なのかな？広島だったら会えるけど、どっち住むんだろうね。可愛い一般人がどんどん走り出してくねえ、本当にもうビッグシー。いやもう本当にアンピーだと思わなくてめっちゃびっくりしました。みたいな。まだまだこれからやんみたいな。あとでもツアーはいるって言ってたから、ちょっとツアーの時はね、いっぱい話しかけたいなって思います。全然なんかそんな気配なさすぎてびっくり。でもあれだね、10枚目参加しないって言ってたから、なんか9枚目で10もあるって思ってた人は寂しいだろうね。でも9枚目で参加してた人は良かったね。まだもうラストのお話会ってた人とか本当に良かったねって気持ち。私はちょっとリアルお話し会をアンピーとやりたいと思います私はまだお話し会が残ってるので、お話し会っていうか会でもないけどお話し会しときます。お決まりさんとお出かけしたいですって言ってくれて可愛かった。サイン会もあるの、まあやろうと思えば多分やってくれるかもメンバー特権ですね。確かに。でも私ももし卒業するとしたら、なんかそういうなんか終わり方がいいかもしれない。
なんかって思った、アンピーの見て。なんか私もなんか卒業するってなって、なんか卒業するってなってお話し会でなんか最後の言葉とか言うよりいつも通り終わりたいで、みたいな、沖ちゃんマジかよみたいな、話せなかったよって、私はふんふんっていう顔で、ふんふん、あの時はありがとうって言っとけばよかったなーっていう、したり顔で卒業したいけど、私多分めっちゃ匂わせるかもしれん。ここ来た方がいいんじゃないって言いそう。 いやマジでね、雑談してるファンの人多いんですよ、私と。なんか最近さーみたいな、8時間寝たんだよねみたいな。 それで最後の会話とかになったらどうしよう。でもガチでありそう。 でもそれで終わりたい、なんか って思った。意地悪だよ私は。私は意地悪だよ。 考えたことなかったけど、なんとなくね、今日はそれもいいんじゃないかって思い始めた。 なんかこれがこうでありがとうってなんか言われて卒業するの、ちょっと私ちょっとなんか空気がちょっとあれかも、私がちょっと なんか ちょっと違うかもしれない。また明日ぐらいがいいかな。まあまだそういう予定はないんで、そこら辺は安心してください。卒業公演はやってね。いやもちろん公演で終わりたいね。マイナビマイマイナビ言ってるな、まさか。 なんで転職ってこと？転職、今が匂わせってこと？もしかして。やめてよ、それはちょっと深読みがすぎるね。ゆきちゃんがオールスターのことずっとマイナビって言ってるって。もうそれはもうこじつけ。 こじつけが過ぎる。でも私本当に昔妹と住んでた時、もしなんかこのまま事故に遭ったら、この会話が最後になるっていう話を妹としたことがあって、いつも妹が家出る時とか「行ってきます」って、行ってらっしゃい、今日まで本当にありがとうって言って、なんかありがとうを伝えていってたんですよ。だから皆さんもそういう気持ちで毎回最後にありがとうって言いましょう。 そしたらたわいない会話でも最後の挨拶はできたことになります。ずっとやってましたこれ、本当に小学校5年ぐらいから、割と2年ぐらいまで、5、6、中1ぐらいまでなんかずっとやってた。今日までありがとうって、行ってきますみたいな、なんかやってた。 おかえりって、おかえり、すごい、あ、来ててよかったって感じ。今明日どうなるかわからない。いやほんとそれが怖いよね、なんかこう事故とかなんか突然っていうのが怖いよね。毎日感謝の気持ちでいよう。
つどうなるかわからない。いやね、本当に、いや縁起悪いっていう人もいると思うんだけど、でもね絶対いいことだと思うんですよ。あの最悪のことを常に考えておくことはきっと悪いことじゃない。確かに怖いかもしれんけど、大切大切。明日交差点で曲がったところでオキポとぶつかって恋が始まるかもしれない。いやでも本当にね、ありえないことじゃないよね、可能性って。卒業前にクビになる可能性もあるけん、私何やらかすと思われてるん。ひどい。ひどいぞ。不良の自己啓の話をしてるのに、なんで人為的な。失礼な。すごいなんか、あのぶつかるっていう話で一瞬のスリルがめっちゃ頭から離れない。店から出てきた人とぶつかって、道に落として散らばった荷物を一緒に拾うのがきっかけだったなんて、そんなあるわけない、あるわけないって言われてるわ。ドラマティックなこと、みんなぶつかりに行くよ。いやなんかおじさんたちがぶつかりに来たら、それはもうあの駅で見かけるぶつかりおじさんなんよ。自重してくれ、危ないから。あの女子供のをめがけてぶつかってくる、あのたまにいる、あのそういう修正になってしまうから自重してください。こうパンみたいな、あの私なんてもうひ弱だからもう吹っ飛んでいくよ。恋に落ちるぐらいのぶつかりって多分あのそんなタックルみたいなもんじゃないから。いやわかんない、おじさんじゃなくてもいるかもしれない、ぶつかりお姉さんとかもいるかもしれないけど。私とぶつかりたいならば食パン加えてきてください。そんな人いるの？いやたまにいるんよ。これはね、あのね、女、お前がこういう話したらあれかもしれないけど、ちょっとね女性とかになってみたら分かる。だから私はこうヒュンってこう、なんかああいう人って多分怖い人に当たりに行かない、ヒュンとこういやみたいな、ヒュンヒュンかわす。時私はラグビー部になりたかったって思うね。ラグビー部になって鍛えてタックルしに行きたいね。傾向のシャース。皆さん優しいからね、もうそんな人いるんかって感じだと思うんですけど、たまにいるんです、たまに本当に。まあそんな話は別にいいんですよ。
リネタンがやられたことあるって以前言ってた。え、なんかリネタン、リネタンなんかぶつかったら音出そうだよね。なんかおもちゃみたいに。気のせいかな。あのツイッターみたいな、ちょまじいみたいな、なんかなんたらかんたらみたいな声ですもん。いやでも誰にでもぶつかるのは失礼ですよね、本当に。音ってそれなんか擬音っていうか、そのあのツイート内容みたいな。ギネタンのツイッター最近ハマりすぎてる。あれ解読できるんですか皆さんは。私の、私でも結構ギリギリ無理って感じ、無理っていうかほとんど無理、ギリギリ読めないって感じなんですけど、皆さんは解読できてるんですかね。でもたまにその韻律とかでなんか完璧な翻訳をしてる人とかいて、リネタのファンの人が、それめっちゃね分かりやすい、それを見てあの分かったりする。いやリネタのさ、なんかなんていうん、あの絵文字キラッキラのさツイートの仕方ってさ、割となんかツイッター上にたまにいるあの界隈みたいななんかイメージあるけど、あれがメンバーにいると思わなかったね。そう翻訳してくれる。読むもんじゃなくて感じるもんでしょ。確かに感じるものか。しかもなんか気づいたら一人で会話してる時あって怖い。そうですねみたいな、自分でえ分かるみたいな、自分で自分に、だから3人ぐらい人格があるのがめっちゃ怖いあれ。なんかリプしようか迷うけど、リプ返ってきても怖いから見てるだけ。リプないと自分で会話してるよね。でもリプないって言ってもさ、1分とかで会話し始めてる、それはないでしょって思うけど、あのツイートだったら1分はみんな読んでるでしょ、あのどういう内容かを、その1分を使って。はい、早いんよ。書いてたよ、確かに。リプしてくれないから自分でリプしたんごみたいな書いてたけど、リプしてないんじゃなくてあの読み取ってるんだよその1分間で。難しい。でもなんか本当にね結構好きでよく見てます。PPP のツイートが怖すぎる。ああ安否。いやなんか私はもっとやばいツイートあると思うんだけどな。もっとやばいのあると思う。何が自分的にやばいと思ったかな、もうあんまり覚えてないんだけど、あでもなんかタイムラインを海にしようっていうなんかハッシュタグを STU が結構毎年やってて、海の写真とかなんか青の絵文字とか載せて、こうタイムラインでいっぱい流れた時に海っぽく見えるようにしてる、海の日にやってたんですけど、リネタ一人だけ海って文字で海って埋め尽くしてて怖かった。そういう、えそういうこと。そしたらリネタンのファンの人も海ってツイートしてて、なんかすごかった。
違い探しかと思った。いや本当にね、一つだけなんか海っぽい毎日の毎とか書いてあるんじゃないかな。アーティストだね。アーティスト、何でもかんでもアーティストって言っていいのかな、どうなんだろう、そうなのかな。私割と現代アートとかも疑問を感じてしまうタイプだから、どうなんだそうなのか、まあ、そうなのかな、ちょっとわかんないですけど。ああいう使い方する人 ST に他にいないよね。まあでもツイッターという正しい使い方を一番してる気もしますね。内容はどうであれこうであれ、うん、一番なんかつぶやくっていうことね。結構インスタみたいな投稿になりがち、アイドルは割となところをね、よくツイートしてるなって、まあそれは思いますね。確かにタケノコ食べてるのもじわる。いや私ね、リネタンのねタケノコのツイートめっちゃじわじわ来たよね。でもなんだっけ、なんかタケノコが竹になるのすごいみたいな、マジ生きてるみたい な、 なんかそういう系のツイートだったかな、なんかこの間してて。私だいたいリネタンがツイート更新した時にメンバーが隣にいたら毎回見せてるもん。でその時も千穂さんに見せた気がする、隣に千穂さんいたから、見てください千穂さん言ってた。へえ、わからんって言ってた千穂さんはなんか私大体いつもやばくないって言ったよ、この人に見せて一緒に解読するメンバーと。いつ知ったもの、家にいる時とかはやっぱり一人でね解読しなきゃいけないから大変、めちゃくちゃ大変。クックパッドライブ呼ばれてほしい。あ、リネタン、いや私リネタンがソロでなんかやってるところを見てた。確かにライブ配信とかやってほしい。 YouTube でライブ配信すればいいんじゃない、めっちゃコメント打つよ。そういう時のニコ生、確かにコメント欲しいね。いっぱいした方がいい。いや面白そう。でも料理意外とできそうな気持ちもあるけどね、あの人手先器用だから。一ファン、いやファンですよ、めちゃくちゃめちゃくちゃファンでございます1時間したら終わろうかなって思ってるんで、半になったら終わります。11時半になったらメンバーの中で誰が一番料理うまいんだろうか。結構上手な人多いよね。千穂さん、あ、千穂さん、うん、千穂さん、ひなさん、サラピー、葵さん、マイキューも結構上手だし、ニキわかんないな、サラピーがうまいのはわかるけど、誰だろう、作りそうな人。あ、まあ、ひなさんも確かに。ちょっと2期思いつかないや。サラピはなんか料理よくやってるイメージあるけど、誰だろう
やかにフルーチ作ってた。フルーチェは牛乳とフルーチェの素ですぐにできる。私は向いてないですね。全然できないです。びっくりした。びっくりしたって言ってる。メンバーの料理食べたいな。確かにクックパッド最近料理配信ないね。うん、料理配信ね、ガチで自炊を本当にしてないの。してないし、私本当になんか料理しないと思ってて、フライパンを捨てたんですよ。フライパンを捨てるにあたってフライ返しとかも捨てちゃったから、そう今鍋しかない。捨てるとかある。なんかミニマリストになろうと思って、その時でもなんかファンの人から結構調理器具もらってたから、なんかそれは置いてるんですよ。自分で買ったやつだけもういいやって思って捨てて、でファンの人からもらってるのが料理上級者みたいな、なんかあのなんていうの、こういう伸ばす棒とか、なんかめっちゃ上級者な調理器具がめっちゃあるんですよ。どう使ったらいいのかちょっと難しくて、なんかすごい生クリームの絞り器のあの絞り口のやつとか、なんかね、あでも無印のお玉とか使ってますよ。いただいたやつめちゃくちゃもう愛用してます。コロナの時にちょっと自炊ハマってたというか、うん、よくやってましたね。なんか事務所からコロナの時に、あなんか食材がすごい優しいんですよ STU。 なんか各メンバーになんか野菜と鶏肉が届けられて、で私の部屋にもそれが来て、これはもう自炊するしかないなって思って、その野菜たちを使い切るために料理してましたね、コロナの時は。今はちょっとコンビニ行ってるんであれですけど、包丁あるけど使ってないね。あれ買おうかなって思って、なんかズボラ なんか本当にズボラだから、ズボラでもやっぱり使えるやつ、なんかあのハサミ、キッチンバサミ、なんか何でも野菜とかも切れるハサミを買おうかなと思って、ちょっと包丁ちょっとめんどくさいからちょっとね、最近ね買おうか迷ってる。でも料理しないから買わなくてもいいかもしれん。めっちゃね引っ越ししたいんですよ。別にこの家が嫌とかじゃないんだけど、なんかお部屋を一からやり直したくて、なんか家具とかも全部なんか新しくして部屋を作り直したいんですよ。でその時に生まれ変わって料理をすると仮定して調理器具を集めようかなって思ってる。でもその引っ越す予定もないからいつになるか分かんないんですけど、もし引っ越したら調理器具を集めようかなって。だから引っ越さなかったら調理器具集めなくていいかなって思って、ちゃんとね白いなんか鍋とか揃えようかなって考えてるんですよ。でも今のところその予定はないから、とりあえず見るだけ見てますよ、食器とか。でもファンの方からコップをいただくことが多くて、なんかもう一人暮らしにそぐわないぐらいのコップ、5人家族かってぐらいコップがあるんですよ、この 5,6 年の間にいただいたコップたちが。だからなんかパーティーでも開こうかなお皿はそんななんですけど、コップがねもうめちゃくちゃあってね、
多種多様な、この間なんか何ですか、プレゼントボックス見に行ったらね、みたいな、なんかめっちゃありがたいけど なんでこれなのかめっちゃ聞きたいっていうやつがあったの。めっちゃおしゃれな、もうガラス細工の、もうなんかグラデーションが美しい醤油入れが届いて、もうなんか本当に美しい、なんかもう職人、これ買ったらめっちゃ高いんじゃないみたいな、もう美しすぎる料亭とかに置いてそうな醤油入れが届いて、私にくれてありがとう、使いこなせない自分でごめん、醤油入れるのって本当にね、だから美しすぎてびっくりした。醤油を入れるやつ、もうありがとうって、でも私でいいのかいって、醤油以外を入れるしか、いや醤油差しなんだから、醤油以外入れたらダメでしょ。でも醤油はまあいいのよ、よく使うから、ボトルから差しになるだけだから。いやなんかほんまにありがとうっていうか、ごめんねって思った。なんかあんま活かせなさそうな雑な手で頑張って料理するねってって思いましたね。めっちゃ美しいの本当に。一生もんじゃん。いや本当ね、嫁入り道具かなって思ったもん。でも一時 TKG ハマってた時に醤油はなんか2種類ぐらい買ってるから入れようかな。そうなんよ。でも私の計画はその引っ越して料理を始めるっていう気持ちになった時に調理器具もなんかちょっと揃えたいなって思ってる。そしたら料理配信しようかなって思ってる。ホットサンドメーカーおすすめ。ホットサンドメーカーね、一時そのホットサンドメーカーでなんか何でもかんでも焼く動画はめっちゃ好きだったけど。なさそう、引っ越す予定なさそうでしょ、わかる自分でも。でもね一応ね見てるんですよ、お家見てるんですよ。見ててうわいいな、引っ越したいなって気持ちはめっちゃある。うん、でも探してるだけ。間取り重視、何重視かって言われたら難しいけど、広島って家賃高いの？いや、住む場所によるんじゃない？変わった間取りとかね、めっちゃ縦に細いとことか。でも私絶対に選ばないようにしようって思ってるのはロフトかな。私ロフトは多分ない、2階上がんない気がするな。たまにあるよね、なんか1階が狭くてロフトがある部屋みたいな、ロフトがあるからほぼ広いですよみたいな部屋、多分上がんないなって思う。まいちゃんがロフト物置にしてるでしょ。まいちゃんのロフトはそうですね、物がいっぱい置いてますね確かに。さ
最近はでもね、家具をもうなんか全部変えたいなって気持ち。もうリセットしたい。私のファンの人がさ、なんか部屋をね、なんか全部家具なくしてて、この間のお話し会でマジでもうフローリングだけみたいな状態にしてたらしくて、こっから部屋作りしてくよみたいな、でもお話し会ないから途中の様子見せれないねみたいな話をしてて、なんか羨ましいって思った。その私もこう徐々にじゃなくて一気にこう動物の森みたいにこう何もない部屋から家具バンバン置いて部屋作りしたかった。うらやましい。一気に捨てちゃえ。一気に捨てたらでもあのね。一気に捨てたら何もない部屋で生活しないといけなくなっちゃう。スクリーンプロジェクトが一番働いてるうち。スクリーンか、スクリーンっていいのかな。なんか最近テレビじゃなくてプロジェクター買う人多いですよね。あのまあスクリーンがない人も多いのかな、壁とかに。あれって使うのかね。なんか私絶対使わないような気もするんだけど、どうなんだろう、使うのかな。テレビ映らんのかな。テレビは映んないんじゃない、 TVer とかじゃないと。なんか TikTok とかでさめっちゃ見るんよね、ルームツアーの動画とか見てたら大体プロジェクターなのよ。あ、テレビも映せるんだ。プラネタリウム買って、いやプラネタリウム買いたいよ。いいね。つけたいね。まあ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 ゆっくりね、まあ、今はね結構割とコロナ期間中とかに結構家具とか買い替えて割と可愛い部屋にはなってるんですけど、まあ理想の部屋に近づけるようにまた頑張ります。そうそう、じゃあ終わろうかね、30分なのでね。ではでは、今日はこんな感じで会いたいと思います。ありがとうございました、配信見てくださって。配信ありがとう、こちらこそありがとう。では壇上読んで終わります。13位パチロクさん、12位タオさん、11位スギアンさん、10位コバチャさん、9位ジュンちゃん、8位シロクマさん、7位マッカさん、6位カズノリさん、5位キョウイさん、4位がジェリーさんでした。ありがとうございました。そして3位がアチャさん、2位がトートーさん、1位この世にオキさんより美しい人は存在しなきと思ってるお着物楽しさん、存在しなき、すごい古文みたいな。ありがとうございます、誕生日おめでとうございます、トシさんでした。タワーもありがとうございます。このさ、何気にこのクマのタワー新しいやつなのかな、なんか水泳しそうなクマだ。ありがとうございました、お疲れ様です。バイバイ、ゆっくり休んで。休みます、ありがとう、お疲れ様でした。では聞きたいと思います、皆さんもゆっくり休んでください。お疲れ様でした。おやすみな。